最悪だ。ドッキリです。ちょっとパーカーでラフにみたいな。おお。なんでなんで。おはようございます。え、なんでなんで。出た。めっちゃ懐かしいねんけど、ちょっと待って。まあ、これはちょっと寒いかな。タルトに貸してもらったのと、今日は結構もうギャルで来ましたね。デニムのつなぎに、あの最近のあのお姉ちゃんに買ってもらったジョーダンの靴。今日はギャルです。今回もギャルは露出です。ジェイダです。ジェイダさんで買いました。いつも私服はほぼジェイダさんです。はい、今日の企画は抜き打ちファッション企画、イエーイ。はい、先ほど私もあのファッションめっちゃ知らんかってドッキリかけられたんですけど、まあ、今からはね、昔と同じように私がね、2番目の人からかけていきたいなと思います。あ、お疲れ様です。あれ、お疲れ様です。お疲れ様です。何してる。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか、調子は今日いかがですか。何ですか、はい、これ。じゃあ今日の企画は抜き打ちファッション企画、ボラーいや、いいことですもう、なんかあることあるんで。はい、とりあえず、まあ、中に入ってください。はい今日のテーマは何ですか。今日のテーマは、はい、綺麗めショーに出ても恥ずかしくないコーデです。靴注目してください。夏も冬もユイの靴。え、あ、本当これ。あ、黄色のやつ。ユイカラー、ユイカラーが入ってるやつ。じゃあ今日の、じゃあ一番のポイントはどこですか。一番のポイントはやっぱこのユイのママからもらった誕生日プレゼントもらった、はい、高級バッグと、ユイからもらったクリスマスプレゼント。はい、これどこで買ったの。はい、ザラです。ザラ、はい、じゃあこんな感じです。イエーイ。あ、はじめまです。はい、はじめまして。お疲れ様です。お疲れ様です。可愛いです。はじめまして。お願いします。お願いします。はい、今日の企画は、はい、抜き打ちファッション企画です。今日のテーマとかありますか。テーマですか、はい、テーマは、まあ、ちょっとパーカーでラフにみたいな。おー、ラフにみたいな。バリ積もってる、バリ積もってる。どうした、どうした、どうした、どうした。なんですか。ラフコーデってことで。めっちゃラフコーデですね。ラフコーデ、でも可愛いですよね。可愛い、可愛い、可愛いですけど、はい、ちょっとチェックとかってなっちゃうとラフすぎる。まあ、これドキなんで、はい、まあ、そうですね、こういうことですよね。そうなんです、はい、今日のじゃあポイント、このカラーがそもそも派手なんで。確かに可愛いし、でしかもこれめっちゃお尻隠れるんで足長効果ですね。確かに助かりますね、足長効果大事ですね。今日はラフコーデで、超ラフコーデですね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お久しぶりです。お疲れ様です。お疲れ様です、はい、どうですか今日。今日、はい、コンディションはバッチリです。バッチリですか。はい、今日の企画は抜き打ちファッション企画、イエーイ。めっちゃラフなんですけど。アイミンと一緒のこと言ってる。死ぬ。抜き打ちファッション企画、はい、最悪だ。ドッキリです。はい、じゃあ今日のテーマを教えてください。はい、コンビニに出かけるコーデでございます。はい、コンビニです。じゃあポイント教えてください。これはこの靴がとか。めっちゃ動きやすくてダボッダボなんですよ、うん、だからもうさっと着替えてさっと脱げるから、もう帰ってきても楽ちんだし、ダサすぎないみたいな感じの、まあ、ラフさ、ちょうどいいラフさがポイントとなっております。はい、はい、この場合はラフコーデです。そうです。今日はね、今日は、はい、ちょっと
着替えに行きました。ですね。ちょっと別の日やりますね。いやー、ちょキャパですね。キャパですか。はい。お疲れ様です。お久しぶりです。こんにちは。あ、すみません。帰るパターンもしかして。あ、どうしたんですか、そのギター。あ、今日ですか。バス停持ってきました。練習してたんで。あ、ギターボーイですか。ギターボーイ。今日の企画は、はい、抜け調子の企画。終わった。マジで終わった。いや、マジで終わった。バイト終わりですね。バイト終わりですね。ちょっと待って。今日のテーマは何ですか。いや、今日バイトだったんで、ちょっと。テーマとかありますか。いや、テーマはバイト終わり。バイト終わりです。死ぬ。テーマはバイト終わりの達也くんです。まあ、ポイントありますか。一応足長く見えない。おっ、いや、パンツ。バイト嬉しい。死ぬ。なるほど、じゃあこのパンツが、はい、そうです。あ、こいつドクターマンツだな、それ。あ、はい、まあ、これは別に見よう。意味なかった。すいません、意味なかったらしいです。じゃあこのパンツがポイントらしいです。そうですね。はい、じゃあ今日の達也くんはあのバイト終わりのコールとなっております。はい、チリンチリン。はい、ということでね、今日は抜け打ちファッション企画でした。はい、この動画がめっちゃいいやんと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。じゃあ、いきますね。いくよ。せーの、バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちらから。今日好きの最新話はこちらから。せーの、また見てね。バイバーイ。